いやー参ったね参ったね。なんかおっさんがアマちゃんのロケ地、はい、くじに行ったってことで、ね、日曜日宮古の方で仕事だったでしょ。そう宮古太郎のね鮭アワビ祭りっていう、はい、鮭のつかみ取りっていうのに我々やりましたですね。思いのほかね、鮭のつかみ取りですよ。熊じゃねえんだからやるんすよ。でお祭りの中で鮭のつかみ取り80匹だって。俺も尋常じゃなくうまくてテンション上がったよね。私は本当に鮭一発で捕まえますから、計6匹捕まえますよ。取れないちびっ子たちにあげたんだ。そしたらおっさんがなんか残ってそのまま藤まで行くっつって、すぐ頃には真っ暗だっつって、真っ暗なんです。だから真っ暗だから要は三鉄っていうね、ドラマの中では北鉄の、あの景色は見えないんですよ、見えないけど、もう当時で現場に着いて久慈駅っていうところですよ、で久慈に着いたら僕ず南海キャンディーズの山ちゃんに行くっていうのを伝えてたんですよ、そしたら山ちゃんがその教会の観光協会の人に連絡してくれて、その人たちがサプライズで出迎えてくれて旗振ってへえ、ほんで俺もうそこの着くタイミングに合わせて、俺そういう気分盛り上げるタイプだから、あまちゃんのテーマをiPod で聴きながらちょうど行ってたらそんなのもあって、もうあってもう自分の感情高まって、本当のリアルの JJJ が出ましたよ。もうすごい、思ってみんなももうわリアルな JJJ、 おじさんが JJJ って言ったんですか。 JJJ って言うのやっぱり出るよ。怪しいあれ今日は森地ですか。そこは怪しくない。森地さんすいません若干大盛りで話の盛りが激しいこと。でも本当に嬉しいね。でもね、そう本当向こうの人とも喋ってて、ほんでいろんな次の日俺もう着いた当日はもう夜だから、そのままご飯だけ行って、ほんで次の日の朝6時日が上がるぐらいに迎えに行きますっつって、ホテルまで来てくれて、そっから9時俺半過ぎの電車で帰んなきゃいけないから3時間でいろんなところ回ってくれて、でもうお話もずっとしてて、でやっぱ向こうの人はもう本当そのもう宮古のね高知っていうね、ナイスキャラクターの人もいるわけよ。宮古のね宮古の太郎にいたお世話してくれた高知、でその高知もずっと高知俺二人っきりで途中まで車で野球のコーチだった人なんだけどね、そう、その人に送ってもらって、そのコーチとも二人もう初めて会った人とずっと俺喋ってて、ほんでその9時行って9時の方ともずっと喋ってたら、でやっぱ向こうの人はもういろんなものをもう今みんなからこういただいてますけども、本当だからもう結構ですとは言わないけど、でもおっさんもう本当にお笑いを届けてくださいって言われたの。へえ、お笑いってどういうことですか。テレビ出てくれる生で、あ生でやってほしいけど、生でやっぱやってほしいんだって。全然行くよ、全然行く。そんなのさあれだよね、俺たちがしつこく行くっての分かってるのか。いや俺ね、俺もそれ言ったのよ。いやそれね、うちの俺たちのたかり癖は半端ないですよ。この言葉相方の大谷に伝えますけど、本当にいやもう大谷さんもういいですって言うくらい来ますよ。ぜひ伝えてくださいって言われたんだけど。あそう、いやしつこいほど行くよね。いや確かにね、コーチがね、しかもその、その前のお祭りの鮭アワビ祭りっていうのがあって、それ出てね、まあいろいろ思うとこもあったんだけど、前の日にパーティーというかその俺たちがやってる DJ のパーティーもやったわけね、で終わったらさ打ち上げ会場も全部用意してくれてんので、同級生の方がお店やってるって言ってね、はいはい、その鮭がいっぱい入ってる鍋とかね、そういうのをね、はい、出してくれるんですよ、もてなしてくれるんですよ、でも俺めちゃめちゃもてなしてくれて、もてなしがすごかった。ただね俺の方のテーブルの連中がうまいとかね、ごちそうさまですっての超ちっちゃい声で言うのよ。すぐ呼び出して外に、おめえよって声ちっちゃいんだよバカ野郎っつって、もう酒入ってるから大説教モードです。メールでもすごかったよね、はい、俺ねしつこくね、そうですね、お前らの本当そういう人に対するもてなされた時に対する感謝のなさはほとほと呆れるっつって、おうち見てみろって、うまいって大音量で言うだろって、あれで嫌な思いするやつ誰もいねえだろバカたれっつって、もう烈火のごとく怒りながら、はいはい、みんなとこに戻っていたらまたにっこり笑って嬉しいです。いやもう二重人格とかのお仕事で時給と信彦でしょ。さあ今日はですね計4回応援してきましたキュートとのラジオドラマ最終回、はい、そしてゲストはザ・バースデーの皆さん来ていただいてます、はい、今週も行ってみましょう。第7のスクール9スタート。スクール9
東京半蔵も JF スタジオからミスターグッジョブ大の字お題のべきことバッチョブミスターバッチョブ大の字のおちおすけがお送りしております、ね、火曜日のバッチョブ日本年末めちゃくちゃテレビ出るじゃんなんか NHK の歴史番組とか俺の方が歴史好きなのにさ俺の方が好きだもん全部撮っていくよねお前はなんでだよなんで横取りコソピンみたいな言い方してるの俺マネージャーにねメール送っちゃったよ俺テレビ出れないね寂しいねっていう2行のメール送っちゃった俺いやいやそしたらさ俺が一人で出るなんか竹山さんの番組かなんかあってさ、うんはいはい、メール来たらやりましたよテレビですテレビです大谷さんあいつも感極まってたよ、まあ、そりゃ思うところありがとうありがとうありがとう本当に感謝感謝いやいやいや言ってますよ本当にいや俺も忙しいわけじゃないからね頑張っていきますよ頑張りますよ我々も、はいはい、さあ番組宛てのメッセージ送ってください今日のゲスト、はい、ザ・バースで千葉さんと、はい、そして桑原さんいらっしゃってくれます、うん質問やラジオドラマの感想などじゃんじゃん送ってください、はい、メールは番組のホームページのメールフォームからホームページのアドレスは www.jfn.jp/nine そこから大の字のページに飛んでくださ い、さあ11月の大の字のスクール9ではスーパーアイドルあのキュートとコラボレーションしたラジオドラマを放送しています、はい、キュートの新曲都会の一人暮らしがテーマになっておりまして、はいたくさん、感想メールもいただいておりますが今日はですねなんと主役が私の大好きな矢島真由美先生もう大好き、大好きです大谷さん曰くお付き合いされてるんでしょう妄想の中でね、ありましたネゲレーションさん、ハワイから帰ってきたばかりの真由美から、うん、大谷さんにただいまの報告ありましたがまさかもうお土産ももらったんでしょうか、うん、ふむ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 ネゲレーションしそれを知りたいかといやもういや本当ねただちょっとやっぱまあいろいろあるけどねこれ来週ちょっとやってもいい再来週かな再来週ちょっとやりたいかなと思うんですけどねあのハロプロ勢がちょっと紅白出てないんでちょっとその話もあるんででもやっぱ今勢いがありますから1年ね逆にこのグッと貯めてね頑張ってもらいたいと思いますてかそういう物語がねあなるほどねドラマがあるできてるんじゃないですか熱いですもんネットの中でみんなファンのみんなの意見が確かに確かにさあ脚本はセッシャムニエル主催の村上弘樹さん出演私たち大の字とですねキュートの皆さん最終回は主役矢島真由美ちゃんリーダーもう今日で最終回ですね最終回じっくりとお聞きくださいませ、どうぞ今日は私のお姉ちゃんの話を聞いてくださいお姉ちゃんは3年前地元を離れ憧れの東京で都会の一人暮らしを始めましたはい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 やべえおい真由美なんだよその芝居すいませんお前みたいな脇役いくらでも代わりがいいんだよそんなつまんねえ芝居しかできねえなら役者やめちまえ真由美お姉ちゃんの夢は女優女優として芽が出なかったら諦めて実家に帰るお父さんとの約束の期限は3年でした大の字キュートコラボレーションドラマ都会の一人暮らしないないない第4話やりたいことしかしたくないそれじゃあ次の公演の配役を発表するぞヒロイン役は新人を大抜擢します千里はい頑張りますよろしくお願いします半年前に劇団に入ったばかりの新人に主役の座を奪われたその瞬間私は自分の限界を感じました東京に出てきて3年間は石にかじりついてでも頑張ろうって思っていたけどもう潮時なのかもしれませんお疲れ様ですおい矢島ちょっと待て何です座長お前にも一応渡しとくわこれオーディションシート蜷山作品の出演者募集だってすげえぞ大チャンスだぞ上京して再来月で丸3年もしもこのオーディションに受かれば東京でお芝居を続けることができるそんなことを考えながら私はアルバイト先の居酒屋へ向かいましたいやーごめんね矢島ちゃん今日本当はシフト入ってなかったのに無理して入ってもらっちゃっていいんですよ店長にはいつも助けてもらってるんで東京に来て一つだけ良かったことはアルバイト先に恵まれていたということです店長愛理舞みんないつも家族みたいによくしてくれる私はこの居酒屋のあったかい雰囲気が大好きでした
へえ、二奈山作品のオーディションか。受かるといいね。いやいや無理ですよ私なんて。そんなことないよ真由美だったらね。そうですよ、絶対合格間違いなしです。だから頑張ってみんな。ありがとね。そして運命のオーディションの当日、事件は起こりました。私がオーディション会場に向かっていると、もしもし、え、店長が倒れた。私は慌てて居酒屋に向かいました。みんな大丈夫？すいません真由美さん、私たちだけじゃお店どうしても回せなくて。あれ真由美、ごめんね愛梨、厨房あと私やるから。待ってよ、オーディションは？いいの、オーディションは。ダメでしょ、今日のオーディション最後のチャンスなんでしょ。いいから。真由美、本当言うと怖いんだオーディション落ちるの。え、この3年間全然オーディションなんか受からなくて、すっかり自信もなくなっちゃって、もう十分ズタボロなのに、この最後のオーディションまで落ちちゃったら、私本当に最後の最後までダメだったってことになっちゃうでしょ。でもさ、店長の代わりにお店に入ってオーディション受けられなかったって言い訳ができればさ、オーディションさえ受けてればもしかしたら受かってたかもって思うことができるじゃない。ずるいかもしれないけどさ、私もうこれ以上傷つきたくないんだ。これ以上自分の夢で傷つきたくないんだ。真由美、でもさ、どんなに辛くてもやっぱ最後まで諦めちゃダメだよね。だって夢なんだからさ。店長、俺が倒れちゃったのがいけないんだけどさ、でも店は大丈夫だから行け、真由美。真由美さん、真由美、アイリー、マイ、フレー、フレー、マイミー、フレー、フレー、マイミー、絶対に諦めるんじゃないぞ、東京で夢叶えるんだマイミー。みんなありがとう、私最後の最後まで頑張るから、頑張るから。わあ。何が今これ目玉卵。メンバー赤いなあゆえよ。メンバー赤いなあゆえよ。ギリギリってさ、言いづらそう。言いづらいね。ギリギリ。うわりゃー。あ、だってだって。ありがとうございます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 。なんすかあの、うん、なんかね、テイク集、アートアトロテイク集、なんかこの NG 集というか、はあ、ちょっとわきあいあいとね、ああいうのいらないんじゃないかな。いや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 、その放送に載ってないところをね、前見の回で俺あんまり出てねえし、いやメンバー会だとかね。そうそう、はあ、まああとはなんかあの、うん、途中であの都会の一人暮らしのメロディーなのギター、はいはい、あれうちのディレクターが聞いてましたね。あまりにキュートが好きすぎてなんかしたいっつってBGを作る。いやもうみんながねおかしくなっちゃってるんですよ本当に。みんな好きになっちゃってるんですよ。どうなっちゃったのよ、これは本当にメンバー全員がですね、スタジオに来るようなことがあったらどうなってしまうのか、ね、確かにね、すごい想像できないな。まあ、4回ともすごく楽しかったんでね、はい、またねこれに懲りずにキュートの皆さんとは何か面白いことやっていきたいなと、うん、ね、また我々は、ね、我々は思ってます、はい、キュートの皆さんがもう二度と思ってるかと思うかもしれませんけど
もう妄想だけで止めといた方がいいんじゃないかっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、今日のね感想もまたまだメールください、はい、お待ちしております。お願いします。はい、こちらはですね、番組ホームページのメールフォームから、ホームページのアドレス www.jfn.jp/nine から大の字のページから行ってください、はい、曲を聴いていただきましょう、はい、ザ・バースデーでホロスコープ。はい、聞いて、クソかっこいいな、クソかっこいいなってついついクソつけちゃいますけどね、今日のゲストお迎えしましょう、はい、去年の6月以来の登場です。シングルレモンを来週12月4日にリリースします。ザ・バースデーからボーカルのギターの千葉さん、ドラムの桑原さんです。よろしくお願いします。こんばんは。さあ、ご無沙汰しております。去年の6月以来ですから、うん、シングルさよなら最終兵器の時、あ、前回はね、千葉さんが本番中にちょっとだけ、はい、お酒をねたしなまれるという、なんかお酒らしきものかなって聞いたんですけど、はい、まあ、我々信じたくなかったですけど、そういうことがあったんです。そういうことがあって、はい、でも今日は全く、今日はもう全然待てなくて、はい、よかったですよ。よかった。前回はね、その、はい、このブースの中にもそのなんか、なんかアルコールらしい缶があった。千葉さんが座ってたとこに見える、はい、あれは僕が記憶する限りでは、うん、キリンのオビールさんだと思うんですけど、ハエザラ、ハエザラだよ。そうですね。ノベルティーだよ。ノベルティーですか。たまにありますよね、感想。あれあのなんか音が出ると踊るやつ。ありましたね。ハンズとかに持ってきてるんだ。ああ、そうか。なるほどな。大丈夫です。ポップにするために、はい、今日はもうシラフです。皆さん安心してください。普通に飲んでます。飲んでます。さあ、バースデーさん、もう説明するのもね、ないと思いますけど、はい、まあ去年は、2012年はですね、ちょうど来ていただいたその後、6枚目のアルバム、はい、ビジョンリリースして、うん、そして2度目となる日本武道館公演、はい、ロックロールバンドで日本武道館、いいですね。そして2013年12月、うん、約1年半ぶりとなる待望のニューシングル「レモン」をリリース、うん、全国4カ所のクラブクワトロツアーも決定しているということでございますが、さあ桑原さんは初めまして。初めました。あれイベントとかでよくお会いして、はい、ちゃんとお話するの初めてです、ね、ちゃんとお話は初めて。そうですね、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。それ今回はですね、はい、もう来てほしい。もうちょっと緊張してますけどね、僕もね、やっぱりね、桑原さんとね、千葉さん目の前にして、はい、こうプロモーションはよくするんですか。そういうやる方ですよ、うちら。あ、そうですか。うん、そういう時何がなんですか。もうだって何を聞いているのか、なんか変なこと聞いちゃって、うん、何聞いてんだてめえみたいな絶対叱られるってすげえ。その感じで言ったら、前回大谷さん、千葉さん来た時に、千葉さんにずっとあの定食屋でビール飲みながら昔のね、うん、昔の千葉さんが書いてた、それがもうすごい好きで、うん、それ僕よく真似しました、ね、千葉さんね、そうそうずっとあったんですよ。あのちょっとビールをもう一本だけおかわりしたいけど、それができなかったのが、うん、できるだけでいいみたいなこと書いてて、それをよく若手芸人時代ね、あの後輩芸人にかっこつけて自分の言葉のようにしてね。あと、あんたの奴隷のままでいいって曲の昔あった詩をそのまま、それよく書いてね、うん、俺が作った詩だ俺が作った詩だって面してね、みんなに見せてた、付き合ってた女とかにそういうのがあってね。いやでもお二人はもうプロモーション結構やってます、昔から。こういうのが当たり前だと思って、うん、そうなってきてるよね。ああ、そうですか。こういうもんなのかな。どうですか、ライブとプロモーションってどっちが、まあまあどっちが楽とかじゃないですけど、どっちも好きですか。やっぱ大嫌いだよだって合わねえもん。まあね、いや、あのね、緊張するし、はいはい、あのプロモーションって、うん、もうでもまあ、本当にやらないでいいんだったらやらないけどね。まあね、でもね、その一応ね、うん、プロとしてやってる以上は聞いてもらわないとしょうがないし、うん、ね、まあ、届けるためにはやっぱっていうのもあるかもしれないし、ね、うん、それでこういろんな、例えばだけどプロモーションで、うん、まあいろんな街に行くじゃない、はいはい、で行ったら行ったでやっぱそこでその音を聞いてもらえるわけだから、うんうん、だからやんなきゃなと思うんだけど。私なんかの雑誌で、うん、僕ら大分県出身なんですけど、大分に行ってコインランドリーが故障してるから、うん、大分のイメージ悪いみたいなことを書いてて、うん、あったあった俺あれがね覚えてんですよ。でもこの人多分二度と置いた声だろうと結構来るんですよ。ああ、よかった。ね、行く行く、トップスやってますよね。置いたですね。置いたです。ちょっとね、ぜひね、我々のトップス今度イベントやるんだよ ね、 ね。めちゃめちゃその時泊まってたホテルから、はい、あのライブハウスまで、いや違う、コインランドリーまで遠くて、はい、で行ったら壊れてて。
ふざけんなよっつってなんか橋渡ってさうん、ちょっと遠いってさ一橋遠いなんじゃない、ね、そう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 川越えるって結構遠いとこっすね、うん、それあれですね、あの自分で持っていくんですね洗濯とか。もちろん今もですか。今はね、うん、洗濯ね、まあ、それで考えたんですね、うん、もう洗濯しないですもん。え、洗濯をしない、うん、昔だからみんなスーツケースとか持ってないから、うん、ボストンバッグとかで行ってるから、うん、ほんだから本当に昔の話、うんうん、でも今も車でしょ地方は、うん、まあ、車の時は、九州行ったら九州で車またりしますけど、うん、でもまあ楽な方ですよ。なるほど、まあね、いや言ってました、あのドハツ店の益子さんが、うん、新幹線で自由に行き来できるのはラルクアンシェルからだって言ってましたもうちょっと早いラルクができるんですよ、もうちょっと早いラルクができるんですよ。やっぱ益子さん話盛り上がってるそして今回ですね、ついに来週ですけど、はい、これかっこいいっすよ、うん、つうかやっぱり、ね、これがシングルっつうのがいいっすよね。何すか。レモン、ありがとうございます。いいっすね。こういうのってのはシングルを作ろうと思って作るんですか、そのバースデーは。うん、あのできた曲をやる、でそれがまあリリースでたまたまあったらっていう形で。そうだ ね、うん、まさにその。じゃあそれはじゃあもしかしたらもう今アルバムもうちょっともう期待してもいい感じになってるっていう、それは言っちゃいけないので、うん、リバーサル的にはもう大丈夫ですか。いや向かってますよ、ちょっと。もう何曲か仕上がってるんですか。いや全然まだまだ仕上がってない。仕上がってるって言いそうだな、ね、頭の中とかね、それ言っちゃうとどんどんプレッシャーいやいやいや、そういうことじゃなくて本当に仕上がってない、まあ、まだ仕上がってないからね、うん、いやこれはね本当に聞いてもらえ、そしてできればですねフルで、この曲がねフルで聴いてほしいし、フルでかけれる時間ありますよね。フルで。じゃあもうせっかくですから、じゃあお二人にあの曲の紹介をしていただいてもよろしいですか。悪いね、なんか長い曲なのに。いやいやいや、いやいやいや、できればせーのって言って合わせて。いや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 、もうこの二人長いでしょ。せーの。せーのいる。いやもう急に任せて。じゃあ皆さんお願いします。お願いします。じゃあバースデー聴いてください。せーの、言わないですね。レモン聴いてください。バースデー聴いて、はい、クソかっこいいな、クソかっこいいなってついついクソつけちゃいますけどね、今日のゲストお迎えしましょう、はい、去年の6月以来の登場です。シングルレモンを来週12月4日にリリースします。ザ・バースデーからボーカルのギターの千葉さん、ドラムの桑原さんです。よろしくお願いします。こんばんは。ご無沙汰しております。去年の6月以来ですから、うん、シングルさよなら最終兵器の時、前回はね、うん、千葉さんが本番中にちょっとだけ、はい、お酒をねたしなまれるという、なんかお酒らしきものかなって聞いたんですけど、はい、まあ、我々信じたくなかったですけど、そういうことがあったんです。そういうことがあって、はい、でも今日は全く、今日はもう全然待てなくて、よかったですよ。よかった。前回はね、その、はい、このブースの中にもそのなんか、なんかあのアルコールらしい缶があった。千葉さんが座ってたとこに見える、はい、あれは僕が記憶する限りでは、うん、キリンのおビールさんだと思うんですけど、ハエザラ、ハエザラだよ。そうですノベルティだよ、ノベルティグッズですか。たまにありますよね、缶とか。あれ、あのなんか音が出ると踊るやつ。あれ、踊るやつありましたね、ハンズとかに売ってるやつ。そう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 。あー、そうか、なるほどな。大丈夫です。ポップにするために、はい、今日はもうシラフです。皆さん安心してください、普通に飲んでます、飲んでます。さあ、バースデーさん、もう説明するのもね、もうね、分かりますけどないと思いますけど、はい、まあ去年は、2012年はですね、はい、ちょうど来ていただいたその後、6枚目のアルバム、はい、ビジョンリリースして、うん、そして2度目となる日本武道館公演、はい、ロックロールバンドで日本武道館、いいですね。そして2013年12月、約1年ぶりとなります待望のニューシングル「レモン」をリリース、うん、全国4カ所のクラブクワトロツアーも決定しているということでございますが、はい、さあ桑原さんは始めましたね。始めました。どうあれ、イベントとかでよくお会いして、はい、ちゃんとお話するの初めてです、ね、ちゃんとお話は初めて。そうですね、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。それ今回はですね、はい、もう来てほしい。もうちょっと緊張してますけどね、僕もね、やっぱりね、桑原さんとね、千葉さん目の前にして、はい、こうプロモーションはよくするんすか。そういうやる方ですよ、うちら。あ、そうですか。うん、そういう時何やるんですか。もうだって何を聞いているのか、なんか変なこと聞いちゃって、
何聞いてんだてめえみたいな絶対叱られるってすげえ。その感じで言ったら前回大谷さん千葉さん来た時に千葉さんにずっとあの定食屋でビール飲みながらそう昔のね、うん、昔の千葉さんが書いてたそれがもうすごい好きで、うん、それ僕よく真似しました、ね、千葉さんね、そうそうそう、私ずっとあったんですよ、ちょっとビールをもう一本だけおかわりしたいけどそれができなかったのができるだけでいいみたいなこと書いてて、それをよく我が手芸人時代ね、あの後輩芸人にかっこつけて言ってたんだけど自分の言葉のようにしてね、あとあんたの奴隷のままでいいって曲の昔あった詩をそのまま、うん、それよく書いてね、うん、俺が作った詩だ、何年前ですか俺が作った詩だって面してねみんなに見せてた付き合ってた女とかにそういうのがあってね、いやでもお二人はもうプロモーション結構やってます昔から、うん、こういうのが当たり前だと思って、まあ、そうなってきてるんで、ね、ああそうですか、こういうもんなのかな、どうですかライブとプロモーションってどっちが、まあまあどっちが楽とかじゃないですけどどっちも好きですか、やっぱ大嫌いだよだって合わねえもん、まあね、いやあのね緊張するし、はいはいはい、あのプロモーションってもうでもまあ、本当にやらないでいいんだったらやらないけどね、まあね、でもねその一応ね、うん、プロとしてやってる以上は聞いてもらわないとしょうがないし、まあ、まあ届けるためにはやっぱっていうのもあるかもしれないし、ね、それでこういろんな例えばだけどプロモーションで、うん、まあいろんな街に行くじゃない、はいはい、で行ったら行ったでやっぱそこでその音を聞いてもらえるわけだから、うんうん、だからやんなきゃなと思うんだけど、私なんかの雑誌で、うん、僕ら大分県出身なんですけど大分に行ってコインランドリーが故障してるから、うん、大分のイメージ悪いみたいなこと書いてて、あったあった俺あれがね覚えてんですよ、でもこの人多分二度と置いてこないだろうと結構来るんですよ、あーよかったで行く行くトップスやってますよね、置いたら置いたら置いたらちょっとねぜひね我々のトップス今度イベントやるんだよ ね、 ね、めちゃめちゃその時泊まってたホテルからあのライブハウスまで、いや違う違うコインランドリーまで遠くてで行ったら壊れててふざけんなよっつってなんか橋渡ってさうん、ちょっと遠いってさ一橋遠いだけね、そうそうそう、川越えるって結構遠いとこっすね、それあれですね、あの自分で持っていくんですね洗濯とか、もちろん今もですか、今はね、うん、洗濯ね、まあ、それで考えたんですね、うん、もう洗濯しないですもん、え洗濯しな しない、昔だからみんなスーツケースとか持ってないから、うん、ボストンバッグとかで行ってるから、うん、ほんだから本当に昔の話、うんうん、でも今も車でしょ地方は、まあ、車の時は、九州行ったら九州で車またりしますけど、うん、でもまあ楽な方ですよ、なるほど、まあね、いや言ってました、あのドハツ店の益子さんが、うん、新幹線で自由に行き来できるのはラルクアンシェルからだって言ってましたもうちょっと早いラルクができるんですよ、もうちょっと早いラルクができるやっぱ益子さん話盛り上がってだからそして今回ですね、ついに来週ですけど、はい、これかっこいいっすよ、うん、つうかやっぱり、ね、これがシングルっつうのがいいっすよね、何すかレモン、ありがとうございます、いいっすね、こういうのってシングルを作ろうと思って作るんですか、そのバースデーは、うん、あのできた曲をやるで、それがまあリリースでたまたまあったらっていう形で、そうだ ね、うん、まさにそのじゃあそれはじゃあもしかしたらもう今アルバムもうちょっともう期待してもいい感じになってるっていう、それは言っちゃいけないので、うん、ユニバーサル的にはもう大丈夫ですか、いや向かってます、もう何曲か仕上がってるんですか、なんいや全然まだまだ仕上がってない、仕上がってるって言いそうだな、頭の中とかね、それ言っちゃうとどんどんプレッシャーいやいやいや、そういうことじゃなくて本当に仕上がってない、まだ仕上がってないね、いやこれはね本当に聞いてもらって、そしてできればですねフルで、この曲はねフルで聴いてほしいし、フルでかけれる時間ありますよね、フルで、じゃあもうせっかくですから、じゃあお二人にあの曲の紹介をしていただいてもよろしいですか、悪いね、なんか長い曲なのに、いや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 、できればせーのって言って合わせていや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 、もうこの二人長いでしょ、せーのいるいやもう急に任せて、じゃあ加賀さんお願いします、お願いします、じゃあバースで聴いてください、せーの、言わないですねレモン聴いてください、 DJ ダイノジ、ダイノジスクールナイン、さあはいはいはい、お
実はですね一曲フルで聴いていただきましょう。レモンでございました、はい、メールをいただいております。岡山からラジオネーム踊るアホータコ、防災がゲストでとても嬉しいです。前回のツアーで聴いて以来レモンの発売楽しみにしてました。熊野社長が監督した PV、MV も興味深く拝見しました。撮影時の裏話があれば教えてくださいと。ノーのねあこれノーノさんごめんなさいすいませんノーノさんがこれクマってすごいやめたな鮭のつかみ取りからクマにね持っていかれてノーノ社長のノーノさんが、うん、社長が撮ったんですか。社長ねなんか映画をこの間撮ったんだわ。ほうほうほう、そうそうなんかね、うん、そういうでも昔も一回ミシェルの時にあの監督してもらったことがあって、まあ、映像好きな人なのであれって撮影時間どんぐらいかかるんですか。結構レモンのとか、まあ、普段もそうですけど、まあ、でもなんかまちまちだよね、うん、まあ、半日近い感じ。でも、まあ、レモンは1日と半日ってどういうこと。12時間と24時間でしょ。36時間、それ1日半半1時間ででも丸1日ですけどねもうね1日半で済むことはみんな何で半日と1日半日って半日ってだからどういうことかな。半日その要はゴジゴジみたいなこと。それはなんかこう半日とこう何ちゅう12時間ってイメージね。そうじゃないの。違う、俺はあれ1日ですよね、うん、俺9時5時は1日ですよ。あ、そういう換算。そうだねあ、そうそうですよ。俺もそう、午前中で終わるっていうその1日仕事ってなんかそれからの、うん、そういうことなんだ、はい、ごめんなさいね。ごめんなさい。そうなかなか1日仕事で24時間ぶっ通しってなかなかね。そう、今までめっちゃしんどかったのってあります、うん、その MV の撮影でこれは嫌だったなっていうぐらいの。あー、まあ俺はその個人的に一人で出た PV があったんだけど、はい、それが吹雪の中をもう一発目からですね革ジャン一枚でずっと山を走らされるそれは辛い、ね、なかなかっすね。八甲田さん、うん、すごいですよね。革ジャン一枚ですよ山をこうなんていうの走って降りてきてください。駆け降りるってことですね。駆け降りてもう一回って言われて、またこれをそれを登るのも大変なんですよ。寒いし、なんかそういうイメージもあんまないですもんね。お運動っていうか、まあ、そのどのビデオかっていうのはまあ探していただければ。そうですね、はい、千葉さんスペース革ジャンスペース雪山雪山光るかもしれないね、うん、ラジオでもモンキービーチさん、今年は荒垣と長野でライブ参戦させていただきました。いつも見ても熱いライブありがとうございます。ドアツ店の増子さんが今年富山でライブした時の MC でライブ前にキューちゃんから富山には男気のあるラーメン食べましたかってメールが来たんだよ、うん、って話してました。富山のブラックラーメン、マスコさんは毎回罰ゲームみたいなラーメンと言いながら毎回行ってるみたいですけど、桑原さんはブラックラーメンどうですか。いやー行きましたね。ラーメンは結構食べられるんですか。食べます。そうですね、これ僕ブラックラーメン食べたことないです。うまいですか。まあしょっぱいですよね。しょっぱいです。あ、そうです。そのまま食べるっていうよりもなんか卵かなんかにつけてみたいな。そうそう、ご飯を頼んで、そうそうそう、おかずにするっていう。へー、 なんか勝手な俺のたちの解釈かもしれないけど、すき焼きっぽい感じの。まあしょ、何食ってもしょっぱいんだよそうなんです。そう、俺バンドマンの人はラーメン食ってほしいですよね。うーん、ライブ終わってなんかラーメン食ってるバンドマンが好きなんですよ。革ジャンラーメン、革ジャン着てる人がラーメン食ってるの好きなんですよ。これ言っちゃいけないんだけど、とある有名なバンドマンの人がたまたま同じ町でいて、あのうちら打ち上げ終わってラーメン屋行ったんですよ。その有名なバンドマンの方もいらっしゃって、はい、酔っ払ったんでしょうね。丼に突っ伏してましたからねこれ酔っ払いすぎて、酔っ払いすぎて、酔っ払いすぎて、ありますよね。誰か言えないんだよなこれ。さあ、というわけでございまして、後で聞こう。ね、後で聞きましょう。あ、好きなラーメンも後で聞きましょう。はい、さあ、最後はですね、カップリングの曲、はい、聞いていただいて、うん、これでお別れですか。もう、もうこちらでお別れ。あ、じゃあお二人ちょっと一言ずつメッセージだけ、はい、リスナーの人にお願いします。お願いします。お願いします。はい、ツアーがね、12月の頭から4本だけですけども、はい、ありますんで、はい、皆さん来てください。よろしくお願いします。はい、佐島さん、千葉さん、まあとりあえずこの今回出るレモンっていうシングルで、まあ次かかる曲のまあ2曲しか入ってないんだけど、まあこれをよく
なんか聞いてほしいなと思います、はい、なるほど。そしてビールはやっぱりうまいと。ビールはうまい。ビールはうまい。ビールは常に美味しいよね。飲んでますよね。ビール飲んでますよね、千葉さん。いやいや、これは麦の。さあ、ここからですね、はいはい、香川、鹿児島、大分の皆さん、改めまして大の字でございます。いやー、緊張しましたね、やっぱり、ね、さすがやっぱもう佇まいがまた千葉さんな。もう桑原さんもそうだけど、なんかこうかっこいいんだよね。しかも桑原さん、あのガスタンクっていう T シャツ着てましたよ。今はね、ラーメン屋もやってますけどね、ドラムの方ね。好きですけど、それもいくら突っ込もうかなと思いましたけど、ガスタンクだぞって。あとやっぱ3月23日あたりにちょっとね、大分のトップスっていう、ね、はいはい、イベントやる、うん、予定がね、あるから、ここか 出てほしいからさ、探り探り入れるんだけどさ、なかなか難しかった。怖いね。まあまあ、それはなかなか言えないんで、やっぱ、うん、あ、今いないよね。早いな、もういねえ、もう帰ろうとしてんだよ。あの、ちなみに桑原さん、3月23日スケジュールって何やってます？大分で僕らイベントやるんですけど、3月23日どうです？桑原さん、3月直で言って、いや、桑原さんってなんか頼みやすいじゃないですか。千葉さんいるとさあみたいな。いやいや、そうそうそう、3月、あ、OK。 いやいや、ダメダメ、そんな。うちが丸出しちゃったよ。今日坪井さんに電話しよう。坪井、ね、トップスの坪井さんに電話して、話が、ね、坪井さんから連絡いくと思いますんで、もしあれだったら検討してください。事務所あるよ、あそこ。いやいや、まあそういうのもね、まあこういうのもね、もうラジオの放送に乗っけるっていうのがいいですから。そうよ、もう本当大変よ、イベントとかやるのね。そうそう、だって本来だったら別にね、自分たちで汗流さなくていいような。いや、でもやっぱりさ、そうしないと面白くないよね。そういうことだよね。とにかく大天さんがいつ寝てるんだっちゅうぐらいの時間帯にいつもメールがあるじゃん、うんうん、あと今日3曲になっちゃったけど、本当はステッカーがね、今日プレゼントであるんだ。みんなに言ってなかった、はいはい、やばい。まあ、ホームページになりますから、うん、サイン入りです。おー、すごいですよ、これ。お二人のサインが入るの。俺が一番欲しいんだから、お前本当に。ねえ。さあ、ラジオにも来てましたよ。二人に呼んでませんけど、うん、呼んでなきゃいけないですね。二人が聞かないと答えようがないから、勝手にさ、俺と大谷さんで千葉さんと桑原さんの役やってもバレるんだから。キューちゃんね、手ぬぐい集めてますけど、全部で何枚ぐらいあるでしょうか。100枚ぐらい。いや、ダメだよ、適当に言ったら。手ぬぐい集めてんすか、桑原さん。手ぬぐいなんだ。へぇー、手ぬぐい集めて。あります、そういう収集癖みたいな。なんかその、うんうん、くじ行った時なんか買いました。あ、買いました。あ、バッチお土産で買ってきましたよ。へぇー、はい、あ、ジェジェジェバッチあるんすか。はい、ジェジェジェバッチと、あとあの谷地高校のあのほら、これ面白いんですよ。僕あの岩って言って何が一番面白いっていうと、うん、みんなあの著作権のこと考えてギリギリのラインのお土産いっぱい作ってる。そう、だからこれはもう完全に NHK さんのあっちに触れない。でも要はもう久慈の観光協会が、そうそうそう、で、アマちゃんのイラストがあって、アマちゃんさんとか、そうそうそう、アマちゃんたちとか、もうなんか濁すんですよ、うん、でジェジェジェーナーとか、ちょっといろいろごまかしたお菓子がいっぱいある中、まあ、まあ、あのチェチェチェってのが一個あって、それもさ、それダメでしょ。ダメでしょ、だって下打ちでしょ。そう、それダメだろって思ったのが一個あったんで。びっくりした時の感嘆詞だからね、ズブって書いてますね。そう、ズブンっていうね、自分のことを言う。なるほど、そうそう、これはもうだって久慈方面じゃないと買えないやつだから。本当よ、いいわね。まあそれでね、さっきも言いましたけど、ちょっとね、鹿児島ではこの間イベントにゲスト出させていただいて、まあ、香川はちょっとねまだ行けてないですけど、我々の恋人源内がありますから行きたいと思ってるし、ここそう、大分県、はい、やりますよ。大分の方でもね、大分県企画してますね、してるんですけどね、まあ、なかなかね、やっぱりその自分たちの資本でやってますから、うん、なかなか難しい。確かにね、なんとか皆さんね、これ聞いてる大分県の、いいですか、こう言います、お金を持ってる企業の方、はい、純粋なお金持ちの方、はい、スポンサーお待ちしております。お待ちしております。私なんていうか、北陸の社長は一人捕まえました。一旦ブレイクです。スクールナイン、さあ今日は
はですね、盛りだくさんでございました、はい、まあ、キュートのラジオドラマがあり、バスケから追加しましてね、増えてありがとうございました。嬉しいね、本当俺たちみたいなパリーグ番組にね、パリーグはもう今でもパリーグの方が入るんだからね。そう、嬉しい、いや本当そうよ。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いや堂々とビールを掲げてありがとう。にっこり笑って帰ってきました我らが千葉さん、桑原さんが。なんかね、うん、バーの店長の気分ですよね。一杯お酒飲んでもらってみたいな。いいね、うん、バーの武彦いいね。とで、いやでも飾らないね、二人とも昔からまあ一ファンとして追いかけてますけど、変わらないよね、自然体というか、なんか打算がなくて、そう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 、なんかそこがまたやっぱかっこよさの一つの秘密かなって気もしますね、うん、嘘つかないしね、それこそプロモーションしたくねえよって言っちゃうんだけど、今回のレモンもね、やっぱり相変わらずやっぱメロディーメーカーとしてね、それはすごいあるなと思いましたよね、うん、さあ我々大臣もう年末に向けてあと1ヶ月、さあここですよ、ですよ。残念ながらね、大の字今年ちょっと紅白落ちましたけど、落ちましたね。泉谷にギリギリで持っていかれましたけど、DJ 大の字ダメでしたね、やっぱり、ね、ダメでした。代わりに我々がすき焼きパーティーやることになりましたけど、しかしさ、もうキツだから3曲しか入ってないからいいけど、イノセは面白いね。俺グッズで作んない、番組で借用書、番組特製借用書、俺もコントみたいな借用書出てきたね。借用書って書いてある。俺あれ子供が作ったんじゃねえんだから、ルミネの制作さんの方がよっぽどいいもの作りますよ。ちゃんとね、本物に近いっていうか、ちゃんとするよ。折り目のない借用書ね。しかもあれあれでしょ、だからなんとか印紙貼ってなかったから、またそこの詐欺罪ももしかしたらそうなんだ、そうそう、今そうなっちゃってんだよね。すごいな、んだ子供みたいなやつ出しちゃったから、すごいよね、慌てて出した。あの人さ、あのさ、20世紀少年のあのカエルの子供みたいなやついたじゃん、うんうんうん、あそっくりだよね、猪木さんにね。あの役猪木さんでもよかったよね。そういろいろ何があるか分かりませんけど、あの広いネット局だとほら誰が聞いてるか分かんないですから、大分香川鹿児島だったら言えるどこもありますから。あと僕は紅白進撃の巨人の主題歌、ぜひ和田アキ子さんをね後ろに通らせてほしいなと、はい、思っております。そんな話をしながら来週でございます。和田アキ子さん聞いてないですよね。聞いてないです、はい、どうもありがとうございました。